はい、じゃあ、止まれとは違う基礎の第1問やってみますね。えー、ちょっと拡大しようえー、と、第1問の A、地震に関する次の質問、次の問いにと。次の図一は、日本列島付近で大陸プレートの下に海洋プレートが沈み込んでいると、こうね。で、模式的に示して、表している。地震が発生しやすい場所として適当でないもの、適当でないものはどれですかと。これはもう、これ暗記でいいですね。柔らかい部分。 柔らかい部分はどこですかつまり、えー、と岩石が柔らかくなっているところは地震発生しないのでここですね岩石が柔らかくなっているところでは地震が発生しないとじゃ回答は3番ね回答三番とで次問いの2地震の規模を表すマグニチュードは2大きくなると地震のエネルギーは1000倍にとで1大きくなると32倍とっていうことは これって32、2の5乗か、正確に言うとね。で、だから32倍になると32、32×30、だから32の2乗で1000倍、1024かな ?1024 になるんだけど。ということは、マグニチュードが9.0は、マグニチュード4.0の地震の何倍かと。じゃあ、マグニチュード今5違いますね。5ってことは、えー、っと、これ、1違えば三32だから、32を5回かけてくれればいいですね。つまり、えー、っと、これね。 32×32×32×32×32 32 32 32 32 32と。もしくは、えっ、ー、と、1000か。1000×1000×32 でもよかったかな。1000×1000×32。でもどっちでもいけるかな。で、計算してみると、え三、ー、千約3200万になるので、回答この4番ね。が回答です。この4番ね。はい。で、ついてこっち行って、火山に関する次の、えっ、ー、と、問いに、問い3。 世界の火山について述べた文として適当なもの合ってるのはどれですかとちょっと読んでみますね。1日本には世界の核火山の約9割はそんなにないですね。<laughs> 1割ぐらいです、ね、はいね。1番ペケと2番アイスランドは溶岩ドームを形成する火山が多く存在すると。3東アフリカの大地高帯、リフト帯には火山は存在しない,とで、A A じゃない。4ハワ,イハワイ島には大規模な縦状の火山、これ合ってますね。 縦状の火山が存在すると。ということは、えっ、ー、と、だからまあ、絶対違うのは一番で、その、ハワイは標高4000メートル、4000メートル級の、えっ、ー、と、山、つまり大規模な4000メートル級の縦状火山が存在するまあ、それを知っていれば、もう解答四番ですね。回答四番。はい、で次。で次で終わりなんだけど、この第一問っていうのは。はい。次の図には、 地殻内を上昇してきたマグマが地表に噴出して火山,火山噴火が発生する仕組みを示したものと図に中,中の A と E に入るのはどれが合ってますかとでここで選,択肢選択肢から選びなさいと、はい、要はマグマにかかる圧力が低下マグマ中の揮発性成分が発泡とじゃあいきますこの中に入れればいいんだけどもいきます、ね、この A と B を入れてこれが上昇なのか下降なのか あ低下なのかだけ入れちゃえばいい、はい、まず、マグマが近く内を上昇。これ、流れ的に、あのー、なんていうの火山噴火の仕組みとして、マグマが上昇して、マグマが上昇していって、圧力が低下して、気圧性の成分が発泡していくんですねで。その後に平均密度が下がっていく。で、さらにマグマが上昇していくと。あ、へあじゃだから、えっ、ー、と、私のおかう、えー、ん だから、あーいうーとしては、流れ的にマグマが上昇しますよね。で、圧力は低下していって、気圧性の成分が発泡してくると。で、平均密度が低下していって、マグマがさらに上昇していくよと。だから、これ上昇でいいですね。で、えー、と最後火山噴火と。そういう流れになるので、じゃあ、答はね、これどれかい,い2番か。二番。だから、 AB の順番で入れちゃえばいいと。AB の順番ね。AB の順番で、ね、ここに A、つまりマグマにはかかる圧力は低下して、でここに B、マグマ中で、えー、と気圧性成分が発泡と。っていうふうにね。っていう流れで,で、これが上昇ね。いいかね。平均密度が、あ、ごめんなさい、上昇やね低下や。これが上、えっ、ー、と、ごめんなさい。えっ、ー、と、平均密度が低下しないといけないか。 平均密度は低下でマグマ上昇なんだけど平均密度は低下ね。でマグマが上昇とっていう流れでね。いいかな。はいじゃあそこまでです。